エスカッシャン、フィールドサポーターモッドクレストリースマントヘルメット、クラウン、コロネットコンパートメントチャージオーディナリーモッドオー画像、ファイルヘルメットまたはヘルムは、紋章学においてエスカッシャンの上にあってリースとクレストをいただく、兜を模した紋章の構成要素である。14世紀から15世紀のオランダの紋章館、ヘルレ紋章館より、バレルヘルメットを描いた紋章が多いのがわかる。 紋章にヘルメットを描くようになったのは12世紀頃からであり、初期のものはバレルヘルメットと呼ばれるパル型のヘルメットであった。紋章の中のバレルヘルメットは、その後15世紀から16世紀頃まで使われ続けた。バレルヘルメットには細長い隙間のような覗き穴が開いており、そこから外の様子を伺ったため非常に視界が悪かった。紋章の色が非常に限定されており、 その色彩もはっきりしたものばかりなのは視界が悪い中に見えたものが誰であるかを瞬時に知るのは困難であることと無関係ではない。国によって若干異なるものの17世紀頃から紋章に示されるヘルメットはバーヘルメットとバイザーヘルメットが主流になっていった。そのスタイルが社会や社会的地位によって異なるようになり、これらのスタイルは時間とともに 実際の軍用の兜の発展に伴って発展していった。しかし、歴史的にヘルメットは特に紋章記述の中には記述されておらず、固有の権利の問題として、このジョースティングアーマーのようなヘルメットは、騎士以下の講師や市民なども紋章に使用できる。借位のない貴族と市民が一般に閉じたヘルメットを装う一方、バイザーの開いたヘルメットやバーヘルメットは、 典型的に行為の貴族の専用である。これらの分類が比較的一定のままであったが、その一方で、これら全てのヘルメットの指定の形は時間とともに変化し、進化した。これらの紋章のヘルメットの進化は、中世の戦闘技術とトーナメントの進化に従って、いたが、バーヘルメットまたはオープンフェイスヘルメットの表示を通して、階級を示す習慣は、 文章学の実践が確立された後長らく1615年頃まで現れなかった。ランスを持つ、ジョーストがメースを持つトゥルネーにとって変わられたため、わずかな隙間から外を覗き込むような完全に頭全体を囲むヘルメットは顔を保護するためのほんの少しのバーだけで視野を拡大された全面が開いたヘルメットに変わった。ジョーストのヘルメットは誰でも自由に使うことができる。一方、 これらのバーヘルメットは、ウィーンの帝国書記官によって、貴族と特定の法律学者や、進学者に制限された。ヘルメットが向いている方向と格子のバーの数は、後世の習慣で特別な重要性があったが、これは限られた期間の習慣ではない。バイザーを上げて、正面を向いている金のヘルメットは、国王の冠をいただく王のヘルメットとして、プロイセン王によって採用された。 教会の紋章学において、司教と他の聖職者は、ヘルメットの代わりにミトラ、または他の異界に適当な教会の帽子を用いる。紋章のいくつかの伝統、特にドイツ及び北欧の紋章学において、二つまたは三つ、時折それ以上のヘルメットが一つの紋章で使われることがあり、各々がその所有者が支配権を持つ報道を表す。この理由から、ドイツ及び 国王の紋章のヘルメットとクレストは、紋章にとって必須であると考えられており、それから決して切り離されることはない。複数のクレストを描く必要があるとき、イングランドの紋章学では、クレストはヘルメットから切り離され、一つのヘルメットの上に、それらのクレストを描く習慣が守られている。一方、ドイツの紋章学では16世紀以降複数のクレストが頻繁に現れ、 クレストは常に各々がそれ自身のヘルメットからは分離できないものとして割れ、ヘルメットと一致して配置される。大陸ヨーロッパでは、複数のヘルメットは通常内側へ向けられ、奇数ならば中央のヘルメットは正面を向けられる。一方、スカンジナビアの紋章学でヘルメットは通常外側へ向けられる。最後のブランデンブルクアンスバッハ編脅迫の紋章は、 記録的な13のヘルメットと、クレストでその長部を覆われた21分割のエスカッシャンからなる。ABCD 森守。る。ヨーロッパの紋章、紋章学入門。シリーズ紋章の世界愛東京都渋谷区、川で処方新車。PP、P46 ウッドコック、P202、ABC フォックスデイビーズ、P303、フォックスデイビーズ、P58、フォックスデイビーズ。 P319 ニューベッカー PP148 162 AB ニューベッカー P148 ウッドコック P75 ホックス・デイビーズ PP322 から323フォックス・デイビーズ P323 ニューベッカー P165 ありがとうございます。